自分の売りが何なのかっていうのがない人は今すぐやめた方がいい。 SNS 無意味だから。私今までお客さんに選ばれると思ってたんですけど、違う、自分から選べる。自分が選んでるの。そこの2点がちゃんと言ってたら絶対売上なんて上がるもんですよ。はい、こんにちは、ベロチャンネルのゴーです。アシスタントのキエです。はい、今日は集客の話ですね。はい、多分美容師さんは一番の抱えてる悩みってもう集客じゃないですか。どうやったらお客さんってつけれるもんやと思う。技術もそうだし、やっぱり居心地もいいし、居心地そうだよね。その人柄ですよね。人柄、そうですね、そうそうそう、まあいろんな要素があるんやけど、今の集客方法ってさ、ホットペッパービューティーとかだったりとか、そういう、ね、集客サイトに登録してその中で頑張るっていう手もあるやろうし、個人でインスタやったりツイッターやったりフェイスブックやったり、まあいろいろ SNS で集客かけていったりとかっていうのもみんな多分やってると思うんですよ。そもそも SNS でやってみんな個人で発信してるけど、はい、まず発信する上で一番重要なことって何やと思う。強みを伝える。自分の強み、そう、自分の売りが何なのかっていうのがない人は今すぐやめた方がいい。 SNS 無意味だから。売りもないのに SNS やってる人が多すぎてわけわからん。そんなことに労力使ってるぐらいやったら、目の前のお客さんから紹介を得ることの方が100倍効率いいし100倍楽やし、無駄な労力がいらん。つまり、もう最初からまず一旦答え言っちゃいましょう。集客の本質っていうのは顧客満足であるから、それが全ての本質じゃないですか。売りもないのにそれで SNS でどんだけ聞いてくれ、俺のこの気持ちをお客さん欲しいねんって言ってるなんかもう海岸でバカ野郎って言ってるやつと一緒やん。そうだから全く無意味なのよそれって、うん、SNS でじゃあ発信するにしてもまず売りを見つけることが大事だと思うんですよ。何でもいいと思うんですよ。例えば、まあ、ヘアに関係ないことで言ったら、めちゃくちゃ筋トレ好きでめちゃくちゃ筋トレしまくってる美容師で、やったら筋肉を別に売りにしてても、まあ、達也とかもやってるやん筋トレちゃんそうですね、まあ、そういうことやん。その話題が毎回カットしてる時にできるっていうのも売りなの。必ずしもヘアスタイル作ることだけがっていうか、これ当たり前やん。それプラスあるのは、そうで、ヘアスタイルだけで満足させれるようになるには絶対10年以上かかる。まあ、うちだったら若手の美容師のね、1年目でデビューしてね、もう売り上げ100万いきそうみたいな子もおるけどさ、でもその子ってすっごい狭いジャンルでこのスタイルだけって売りにしていってるから、だからそんだけいくんで、それを例えばじゃあいきなり1年目の子にさ、70代のミセス来た時にそのスタイルその若い子に分かるわけもない。だからその一番最初にまずちっちゃい細分化されたスタイル、メンズでも例えばスキンフェードなのかハイトーンなのかとか、どのカテゴリーを狙うかやったらまだそこのチャンスって転がってると思うけど、じゃあ売りをどうやって見つけるのかっていうことがそもそもあれ、私は難しい。そうやん、でそういう人いっぱいいると思うよ。っていうかほとんどがそういう人。1年目の美容師さんが売りを作るためにやるべきこと、まず何が一番楽しいか知ること。で楽しいことしか続けていけないから、よくベロとか YouTube で有名になったって、ちょ全然ちゃうんすよ、うん、全然ちゃうんすよ。でうち1店舗目始めたのが6年前かな、で YouTube で集客がかかりだしたのってもう本当に最近やから。でもうちが今まで一番何で集客かかってたか、もう紹介がちゃうの、もうほぼほぼ紹介が強いから。ホットペッパーとかもそんな高いプランでやってへんし、紹介を増やす方法ただ一つ、紹介してくださいってお願いするだけ。ずっと紹介してくださいってお願いできるような関係性ってことはさ、ちゃんと大事に思ってる人じゃないとそんなお願いもできない。だからちゃんとお客さん大事にしてやってったら紹介で絶対膨れ上がっていくの。うち5年で YouTube とか一切何もなく、ほぼ紹介で年商はもう10倍にしてるから。でもそれって紹介だけ。そもそもみんな何で集客かけたらいいんですかって聞いてくるけど、根本的なところがちゃんとないと集客なんかかけれないから、魅力がないところに人なんか集まらへんか。だからそれはもうまず自分の魅力、小手先だけじゃどう無理なんで。でうちの強みは全員接客なんで、お客さん全員と仲良しって感じ。
そうですね。そう、それがやろう。だって面接初めて来た時思わなかった。思いました。そう、うちで就職する子も決めた理由って聞いたら、入ってきた時の雰囲気みんなに。で、ケイちゃんもそう思ったよな。私も雰囲気です。そうそう、ベロっていう会社の強みやから、でこれはもうずっと揺るぎないし、それを価値観と思ってる人が入社してくるし、会社のもうその決まり事っていうのがあって、経営理念とか全部書いたカードがあって全員持ってて、そういう心の決まりっていう、でそういう風な経営をするとどん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 空気が良くなっていって、でみんなが楽しくなってきて、でお客さんも増えていくっていう仕組みです。なるほど。自分がしたいスタイルとかをやりたいお客さんの層ってあるよか、はい、そこに向かった発信もしなあかんし、ピンポイントに目がけた発信もして、全然違うところに波動拳打っても当たらへん。波動拳してる、はい、ちゃんと的に向かって自分のちゃんとやりたいものっていうのを、それが何かっていうの、楽しいことじゃないと、だから自分が楽しいと思うことだけやっていけば、どんどん結果にもつながってくるかなと。それが自分の売りじゃないですか、うん、私今までお客さんに選ばれると思ってたんですけど、違う、自分から選べる、自分が選んでんの。おお、ちょっと名言出たんちゃう、名言出ましたね、出たね、俺を掘ってきたな。いい掘り方してくるよ、確かに。選ばれてるって思いきや自分が選んでるよ、うん、僕はちゃんと横に手を握り合ってみんなとやりたいから、うん、優劣つける関係性っていうのは誰とも作りたくない、うん、だから子供にでも敬意払ってほしいっていう感じ、それが僕の基本的な考え方やから、僕はこうやって言ってるからそういう人らが集まってくるってことは、僕もお客さんもそうやし、取引する人だってそうやし、自分の考え方に合った人としか仲良くしてないから、はい、だから幅広くじゃない、ゴーっていうものができてしまったらゴーに寄ってくるやん、うんうん、そうそうそう、それがやっぱ一番のその集客する強みやから、でもそれいきなりできへん、だから1年目の時は自分のちっちゃい売り、何でもええからその売りを作って、そこにさ共鳴してくれる人たちがいて、で自分が大きくなっていくの、ほんならこのジャンルじゃない人らもちょっとずつ寄ってくるんだよ、でこっから自分がどん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 こうブラッシュアップされて、最終的に幅広いジャンルの人とお話もできるようになっていくっていう感じやけど、でも一個大事にしといてほしいのは、自分のイズムとか考え方っていうのはもう1年目の時から作っとけって思う。自分自身の絶対的なルールっていうのはもうそこは大人になっても変わらへん部分、自分自身に嘘はつかずに生きていくっていうことをやらないと、自己理解を深めてないと、もうそもそも人生においては何のために生きてるのかっていう、そういう話になるから、えらい熱なってる。ということで、まあ、まとめますとですね、集客の根源っていうのはまず顧客満足やで、そっからの障害、それに向かうためには1年目2年目の若手のアシスタントの人たちが意識することって、売りを見つけないといけない、でその売りっていうのは自分が楽しいことでなければならない、なんでこの自分の楽しいって思える技術を見つけて、それをちゃんとジャンル化できるものを身につけて、でそれをちゃんと SNS で発信してやっていけば、なんとなく徐々にちょっとずつやけど認知深まっていく、うん、で、一番早い集客方法は紹介、だ紹介とそれを両方やんねん、はい、でもうほんま紹介して紹介してってもう言いまくるだけでいいから、うん、で中堅のまだスタイリストになってるけどなかなか売り上げが上がらないっていう人は、そこは多分売りがある程度見つかってるはずなんですよ、うん、でもその向かっていく方向が違うから、だから集客かかってないのか、もしくは顧客満足っていうところに本気で思えてないか、どっちかやと思う、そこの2点がちゃんと言ってたら絶対売り上げなんて上がるもんですよ、うんうん、あと自分の価値観を過小評価してめちゃくちゃ低い単価で戦ってるか、うん、あそういう人もおるよ、ただまあこういうのもニーズがあればやりたいですね、コメント欲しいですね、なんかそうそうコメントで、あのライブこんなことの内容についてライブやってくれとか全然いいよね、ライブもまたそうそう、みんなの意見が聞きたいです、うん、はい、ぜひコメントよろしくお願いします、はい、それではまたバイバイ、さてと来ましたね、じゃあ行きます、こっから行く、ケイちゃん自分で切るか、ええやん、なんか俺が切ったみたいであれから、いいよ自分で切って、こう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 、よく見るやつ、うんうん、そこそこでそこでよ、そこよ、せーの、あはははは、あ、行っちゃった、やば。